さて今日は、お山で、ご飯を食べて、セロで標高、約760メーターあたり、の山まで、上がってきてます。今日は、ナノストーブの、燃焼テストを兼ねて山ランチ、行いたいと思います。ですね、ご飯の方はすでにガスで、準備中です。一応焼きそば行います。今日はですね、ちょっとこのナノストーブね、ちびちび薪を加えるの面倒なんでね、ちょっとこのぐらいの木をこう入れて一発でいきたいと思います。今回はこの木を使用したいと思います。まあちょっと予備、2つ用意してきました。さんです。どっち行こうかな。とりあえずこれ4つ割り、します。ナイフが若干細いんで、割るのが、とても大変。薪でもあればね、いやナタでもあればね、簡単に割れるんですが、ですね、今までちまちま、小枝くべるやり方やってましたが、今回ちょっと違う方法で、こういうふうにちょっと太めのやつを一回、火をつけて、それ、でもう一発勝負というか、燃焼時間、を長く持たせるために、ちょっと初めて、この方法をテストを兼ねて、やっております。なかなかね、初めてだったんで、ちょっと容量縁で、はい、その前にね、1、2回練習というか、したんですけどね、まあ実際、現場でするとなると、着火剤がね、この時、やっぱり着火剤がいるなって感じです。はい、即できるだけね、簡単に火をつけるためには、まあ着火剤があった方がいいかなっていうのが感想です。ただ一回、火がつけばですね、これ火自体、ある程度一定の火が長く続くんでね、調理とかするにはしやすいっていうか、それに専念できます。火を木をくべなくていいんでね、後から、はい、そんな感じで今回直径5センチほどの木かな、で長さが長さも6、7センチかな、うん、そのぐらいの木で、だいたい15分ぐらい燃焼してくれたと思います。その後やっぱり炭ででもね、結構長いこと灰になるまでね、時間あるんで、実質もうちょっと長く使える感じで、ゆっくり、する分にはこの方法はいいと思います。ただ今回ちょっとこの着火の方法がね、いろいろ苦労しましたんで、これをもう少し簡単に、
行えるように練習しとかんといかんなって、はい、そんなとこです。今日はですね、ちょっと火力もねある程度これあのちょろ中からあの一定の火力で燃えてくれますんで、あの強火になったり弱火になったりとかいうそういう感じじゃなくて、じわーっとまあ大火にはなっていきますけどね、あの強火にはなっていきますけど、ちょっとこれは練習が足りない、結構あの使いやすい火っていうかね、まあまあ、ガスバーナーとかねああいう火力調整はできませんけどね、まだそういう意味ではじわっと燃えてくれる分この火としては扱いやすいかな。あんまりね大火になるとちょっと使いにくいっていうかね、はい、そんなんで使わねえ。それと木自体もう少し小さくすれば燃焼時間も、少なく、短縮できますいう、短縮できるんで、例えばラーメンぐらいだったらこの半分の量で、5分ぐらい燃焼したらね、あと3分ぐらいの燃焼は炭でいけますんでね、小さい火災がいるね、これは、この半分ぐらいの量で、いけるかと思います。まあこの辺りはまだまだもう少しちょっと練習して、はい、また今後実践していきたいと思います。結構山の上ですけど暑いですね今日は。この日はね結構まあ風もあったんですが、結構おじさんも出てましてね、こうまあ涼しいんだけどやっぱりおじさん当たって暑いっていうか、はい、もういけるかな。結構ね半袖で帰ったら焼けてましたわ。あー着きましたね、これいい感じ、はい、こんな感じでねこの日が一定っていうかこんな感じで常時燃焼してくれるんで、まあ準備さえできたら準備にちょっと暇入りましたが、はい、この後は